ついにここまでやってきたのだ。ふう、非常に長い道のりであった。だがあと一回だけ勝てば、ダイヤモンドクラスに昇格できるのだ。私の顔を隠すほど大きな字幕で訴えるほど、ビッグイベントなの？これ。ああ、僕にとってはちょうど急にビッグイベントだ。ダイヤモンドクラスへの昇格は他のクラスとはわけが違うのだぞ。具体的に何が違うの？そんじゃ軽く説明しますか。オセロニアに詳しくない人もいると思うので、このゲームにはクラスマッチという対人戦モードがありましてね。他プレイヤーと戦っていくわけですが、勝つとポイントをもらえ、負けるとポイントを失います。そしてポイントを一定数集めると、クラスが上がっていきます。要するにみんなで勝ち抜き昇級試合をやるってことね。まあ、そんな感じだな。そしてその月の自分のクラスが上位であればあるほど、翌月にご褒美として、多くの石や貴重な進化素材、強化素材などがもらえるのだ。なるほどねー。だが勝ち進むのは難しいぞ。なぜなら、戦う相手は自分と同じクラスの人だからだ。自分と同じくらい実力がある人と戦うことになるのね。まさにそういうこと。特にプラチナからはきつい戦いになるぞ。ここまで来ると、相手はオセロニアガチ勢だ。マジでこのゲームをやり込んでいる人たちとの戦いになるぞ。それで、ダイヤモンドクラスは他と何が違うの？まずそもそもプラチナで勝ち抜くというのは非常に困難だ。それに加えてダイヤモンド昇格には4つのデッキマスターの証が必要だ。プラチナクラス昇格までは、ただ勝てばよい。勝利数だけが昇格に関わってくる。しかし、プラチナからダイヤモンドへ昇格するには、神デッキ、つまり1つのデッキに16個の駒があるわけだが、そのうち12駒が神属性の駒で構成されたデッキで100勝、12駒が魔属性の駒で構成された魔デッキで100勝、12駒が竜属性の駒で構成された竜デッキで100勝、神駒、魔駒、竜駒をそれぞれ4個以上入れた混合デッキで100勝、計400勝することが必要なのだ。少なくとも400回は勝たないといけないのか。こりゃ大変だ。しかも4種類のデッキ全てを使わなきゃならんのだ。つまり、プラチナクラスまでは自分の得意なデッキで昇格できるけど、ダイヤモンドクラスに昇格したければ、全てのデッキを使いこなせるようになれ、ということなんだね。そういうこと。そしてついに僕はそれを達成したのだ。ダイヤモンドクラス昇格戦で戦う権利を得て、ついに昇格目前まで来たということだ。今日の属性補正は、神駒の HP と攻撃力が 1.1 倍。完全に神駒が有利な日なので神パで行きます。で、当然相手も神パを使ってくるでしょう。こんなデッキで挑んでみましょうか。神駒が有利って言ってたのに、S 駒に神じゃないのが2人もいるよ。まずビクトリアは必須だよねー。とにかくやたら攻撃力が強い。フィニッシャーとして超有能だよね。コンボなしでも大ダメージを与えちゃうノースギアタッカーだね。そして竜属性の中で一番可愛い。と僕は思っているエルザちゃん。相手リーダーが神駒の時に無条件で攻撃力 2.2 倍。きっと相手は乱陽王やムーニアを使ってくる。そこに突き刺さる攻撃力。そしてみんな大好きアズリエルちゃん。しっかり確実にダメージを与えたいので入れてみました。さっきのエルザちゃんとコンボが繋がれば、かなりの攻撃力攻撃になるけど、それにはこだわらず地道にダメージを与えたい。とまあ、ざっくりとしたキャラ紹介でした。実際戦っているのを見ないとよくわからないや。ならば戦いを始めましょうぞ。ここで勝利しとっととダイアンに。あ、これはやばい、負ける。もう敗北宣言。っていうか相手リーダー乱陽王でもムーニアでもないし。サルース先生か。これ絶対回復耐久デッキじゃん。そうなの？つまりね、体力を回復する駒だらけのデッキだ。オセロニアは相手の HP をゼロにした方が勝ちだが、もしお互い HP がゼロにならずに試合が終わったら、HP が多い方が勝利となるのだ。
つまり相手は最後まで HP を温存して勝利しようと。手駒が悪いなぁ。全員試合後半に出て欲しい駒だよ。もったいないね。相手はもちろん防御駒も入れてくる。ダメージをカットし、後でひたすら回復だ。なんで後半に出て欲しい駒が今出てしまうのだぁ。これじゃまともにダメージを与えられんぞ。回復耐久は苦手なの？このパーティーでは絶望的だな。なぜかというと、このデッキは自分の HP が減るほど威力を発揮する組み合わせなんだ。でも相手は全然こっちにダメージを与えてこない。HP が減らないからスキルを発動できない。あたー。攻撃力 2.2 倍も虚しく終わってしまう。絶望感しかない盤面だねこりゃ。恥とかみんな相手に取られてんじゃん。どうしてこうなった？回復耐久の使い手はなぜこんなにも駒の置き方がうまいんだ？いつもこうして追い詰められてしまう。回復量がえぐいな。ようやくおとなしくなったわね。惨敗です。大丈夫だ。次勝てばいいのだ。同じデッキでもう一度挑戦するぞ。次は回復耐久じゃないといいね。祈るしかないな。このデッキじゃ相性は最悪さ。ちゃんと僕にいい塩梅のダメージを与えてくれる人来てくれよ。いろんなデッキに対応できるデッキを組むという発想はないのかね。そんな理想論語ってもしょうがないじゃないか。よし、回復耐久ではないな。いざ勝負。ちゃんといい感じの順番に出てきてくれよ。私のお宝を狙ってる？さっきよりはマシかな。まあ、できれば後半に出てきてほしい駒だが。おっと、いい駒を入れているのか。ということは相手は僕より1個 S 駒を多くデッキに入れているぞ。用心しないとねー。あんたはなんで B 駒を使わないの？肝心な時に B 駒しか使えない状況になると、一気に不利になるからねー。まあ、無難な選択というやつだ。できれば大好きなハーピストエンジェルちゃんでフィニッシュを決めたかったが、今はハクちゃんを犠牲にせざるを得ないな。なんということだ。相手は B コマ2つを使い切ったぞ。なんで今出てきてしまうんですかビビトリア様。後半じゃないと意味ないのにこんなにも早く登場。今は犠牲にしちゃって別のコマに望みを託すとか。さすがにビクトリア様は犠牲にしたくないな。使わずに温存せねばならぬ。ということは終盤まで2つの駒だけで戦うのね。まあ、それなりによくあるパターンさ。よくはないが、この残された2枠にいい感じの駒が出ることを祈ろうじゃないか。ここはバイセさんを使うべきだな。後半かなり攻撃力は上がるが。後半の攻撃はビクトリアが担当ってことね。そういうこと。だから今手放すべき。もったいないけど仕方がないね。どの駒を使うのか、だけでなく、どの駒を捨てるのか、というのも重要だね。そうなんだよな。時には強い駒を思い切って捨てなければならない。強い駒がいつでも役に立つとは限らないからね。さて、次の駒は、今出てきちゃダメー。なんてこった。また温存したい駒が出てきてしまった。さすがに手放しちゃった方がいいんじゃない？いやー。できれば捨てずに持っておきたいよなー。ここは仕方なくあるんちゃんで、もしかしたら後でコンボスキルを使えるかもしれない。温存するということは終盤までこの一枠のみで戦うということ？まあそういうことになっちゃいますねー。なんて選択肢の少ない戦い。次何が出るかわからないけど、その出た駒を使うしかないということだよね。完全なる運ゲーに突入だー。いいぞ、これはいいぞ。A コマの中でもトップクラスの攻撃力のブラダマンチョさんが、このタイミングで出てきてくれました。こりゃいいダメージだねー。そろそろビクトリア様使うか？それ倒しきれる？いや、無理だな。でも、置いてダメージ与えて、その後コンボのライフバーストで、多分倒しきれると思う。なるほど。いやだー、やめてくれー。勝利への道が見えてきたというのに、ここまで温存してきたのに。神がかっている。なんというタイミング。勝てる、
これは勝てるぞ。ちょっと緊張してきた。大丈夫だよね。ここに置いて大丈夫だよね。クリスマスハッちゃんのお出ましだー。次のターンで勝負は決まる。さあ来い、思いっきり攻撃して来い。そっちがダメージを与えてくるほど、こっちの攻撃力が上がるのだ。遠慮せず効果力で攻撃しなさい。相手がビクトリア使ってきたら？ビクトリアとジークフリート以外でお願いします。緊張の兆候である。いいぞ、エンデガ君だ。いつもは君のこと好きじゃないが、今日は大歓迎だよ。ってめっちゃギリギリで耐えた。もしビクトリアみたいなの使われてたら負けてたよ。オセロニアは運ゲーさ、運が良かったのさ。さあ、最後の一撃食らうがいい。このコンボは強烈だぜ。一気に倒しきったー。なんということだ。うおー。今日から僕もダイヤモンドクラスだー。よっしゃー。昇格おめでとう。長かった。プラチナクラス脱出は長い道のりだった。あ、スクショ、この瞬間をスクショせねば。あ、あれ、ボタンの反応が。違う、そこの写真じゃない？それとってもあんまかっこよくないから。あ、ここでもう一度。よし、これツイッターにあげよう。ほら、一旦落ち着いて。これでオセロニアも一区切りついたな。完全無課金、男子キャラ使用禁止。この無課金女子パ縛りで、ダイヤモンドクラス到達という目標を達成できました。ちなみにログイン日数は、226日ですね。約7ヶ月半かな？1日も休まずログインして、ここまで来るのに7ヶ月もかかったのか。っていうかオセロニアを始めてからもう7ヶ月も経ったのか。時の流れは早いねー。気色悪。さて、無課金でダイヤモンド到達という目標を無事達成できた。今手元にあるコマだけで上を目指すという方針で、今までやってきたけど、それも今日で一区切りだね。無課金パでたっぷりトレーニングは積んだから、ここからは課金オッケーにして、もっといろんなコマを手に入れて、いろんなデッキを使ってみたいですねー。無課金縛りを解放するんだね。まあ、課金は運営さんへのお布施だと思っているから、ここまで遊ばせてくれたんだからお礼の意味で課金したいね。次はどんなコマに出会えるか楽しみにしておるぞ。でも破産しないようにほどほどにね。基本的には今まで通りコツコツ石を集めていくさ。ただ、こいつは面白いネタになりそうだ。という感じのイベントが来たら課金するかもね。まあ、これからもこのゲームを楽しんでいきますよ。最後に、あのタイミングで出てきてくれた、ハーピストエンジェルちゃんに圧倒的感謝。